切ないハミングバード俺の心を震わす やっぱ曲自体は悪くないんだよね。あれ私ってばなんだか居場所が分かった。よし行くよ。サクラッチ助けに来たよ。おいおいおいふわゆー、なんだてめえら。俺様の悪魔巡礼に殴り込みた。いい度胸てか、ある意味逆にロックじゃねえか。うおー、てかおめえあん時のデジモンごときで目くじら立ててたアイホエールガールじゃねえか。アイホエール、ねえ君意味わかる？うわ、目くじらだからアイホエールとかって、サップ超絶サップ。って何してんのこれ。これってテレビカメラ？ひょっとして今まさに絶賛 DJ 中ってこと？ちょっと待って、それって今私の顔が全国のお茶の間に？私まだ準備が、謎の超絶美女としてランチタイムの話題を独占する心の準備が。バーカ、そのカメラは俺様だけに向けられてるんだ。俺様の魅力だけを映し出すカメラだ。けど街とかで流れてた映像は PV だったのに。ライブはな、生で聞かねえと意味ねえんだっつーの。この悪魔の藁人形たちはよ、 PV の魅力に疲れてここまで聞きに来たのさ。今によ、もっともっと大勢の悪魔の藁人形がよ。何言ってんのよ。この子たちがここにいるのは、あんたの PV に込められたサルモネラ効果だってネタは上がってんだからね。あーんだよその効果は。それ言うならサブリミナル効果じゃねえ。そう、それよそれ。マグモン、ガブモン、そのカメラ壊しちゃえ。うわー、信じらんねえ。 UFO I ぶっ壊してんの？それはあの人が俺っちにくれたんだぞ。大事な大事なスイートメモリーなんだぞ。あの人が俺様の曲をもっと大勢の人間に聴かせるべきだって言ったんだ。あの人が俺様はもっと人気者になるべきだって言ったんだ。あんたのその失敗した歌舞伎役者みたいな顔をこれ以上お茶の間にさらすわけにはいかないわ。ルージュだかベージュだか。あバババババ、パソリなんかじゃねえし。許さねえ。いや許せねえ。今度こそ絶対に容赦しねえ。アグモン、ガブモン、準備はいい？今度はみんなで友達を助けるのよ。え、けどさっきは。すっげりゃ。
様がこんな目に遭わなきゃいけねえんだよ。うわうわ、俺様はシンプルに単純に俺様のロケンロールをたくさんのオーディエンスに届けたかっただけなのよ。せっかくあの人が協力してくれたのによ。合わせる顔がねえよ。うわうわ、あんたさっきからあの人あの人言ってるけど、あの人って誰なのよ。あの人って言ったらあの人だよ。リエお姉ちゃまだよ。リエ お姉ちゃま、君知ってるの。そこまでだ。あんたたちはジミー、はい、どうにもこうにも情けない姿どすな。バッチはそもそもアンさんみたいなパチモンを使うこと自体反対だったんどす。ちょ、ま、ロッケンロール、こういうの汚い花火って言うんでしゃろうな。深入りは禁物です。ブサイクなお嬢はん。え、ブサイクって私のこと。バカ、ブサイクじゃないです。ブサイクって言った方がブサイクなんです。っていうか深入りってどういうこと。それってあんたたちがこの件になんか噛んでるっていう。ブサイクなくせに無駄に勘のええお嬢はんどすな。そのヘラジ口塞いだります。遊んであげます。それくらいにしておけ。飽きまへん飽きまへん。こないな程度、このドブスなアホ娘には全然答えてまへんわ。やめろと言っている。それとも君まで僕に逆らうのか。ちゃいます。そんなわけあらへん。わちがアンさんを裏切るわけあらへん。いけず、言わんといて。今回のことは僕の不始末だ。すまない。彼は純粋に客を呼びたくて電波ジャックという方法を使ったんだ。神城の連中にそそのかされてね。神城？それじゃあ結局あの男も神城の駒の一つに過ぎなかった。それらのアイディアを吹聴したのがおそらく岸辺理恵。電波ジャックを可能にするプログラムを渡したのも彼女だろう。それじゃあそのことを地味犬に証言させれば。それはできない。なぜなら彼はあくまで彼の意思で行動していたんだからね。5歳人で少女たちを操っていたよ。彼自身も巧みに操られていたんだ。てかユーゴ、君はどうしてそんなこと知ってるわけ。ブッサイクなお嬢は言いましたやろ、深入りは禁物どす。君の端末に現実世界の少女たちが集められている場所の位置情報を送っておく。後始末をさせてすまないが、よろしく頼む。
こう、フェイ。ちょっと待っておくれやす。わっちは弱いもんと不細工なもんが好きで好きで仕方おまへん。壊しとうて壊しとうてたまらんくなるんどす。次終わったら手加減しまへんで。なんなのあの女。ユーゴといい神城といい、なんだか複雑なことになってきちゃったね。はっ、そうだった、地味犬の悪魔巡礼のみんなを助けに来たんだった。サクラッチ、ポメラニアン効果のみんな大丈夫？なるほど、では無事にサブリミナル効果で洗脳された連中を助け出せたわけだけど、入院だなんて。心配することはねえ、高催眠の味なんか専門家ならすぐに解けるはずだ。それより君の方こそ大丈夫なのか。ハッカーたちに手ひどくやられていたそうだな。俺は全然大丈夫だ。そんなことより俺、サクラのとこ見舞いに行ってくる。やっぱりどうしても心配なんだ。春が青いな。さてと、事件の核心部分について聞かせてもらおうか。うん、君たちの報告をまとめると、つまりこういうことになる。デモンズと神城は共謀していた。しかし一連の事件すべての背後に神城があったとすると、その目的は一体何だ。我々は何かを見落としている。それともこれから我々の前に姿を現すのか。情報の少ない今の時点で結論を出すのは危険か。見落としているのか、これから現れるのか、二つの可能性に留意し調査を進めていくことにしよう。今回はご苦労だったな、シラミのノキア。君にも礼を言っておこう。はい。ねえ、ちょっといいかな。外で話したいことがあるんだ。外で話したいことがあるか。これも春の青さですね。それはそうと、おじさん、例の神城とナイルコープの一件、何か進展は。まあそう焦るな。今慎重に外堀を埋めてるとこだ。ほら、昔から言うだろ、せいてはことを子孫じるですね。あのね、私ね、私、あのハッカーたちのこと絶対に許せない。あんなに可愛らしいデジモンを手足のように奴隷のように好き勝手使うなんて。それにデジモンたちが哀れで不憫でかわいそうで。実は私、君のこと見てたら自分も何か行動しなきゃダメだって思ったんだ。ただ見てるだけじゃダメなんだって。こんな私にも何かできることがあるはずだって。今は具体的に何ができるかは思いついてないけど、ひらめいたら真っ先に君に知らせるから、楽しみにしててよね。よし、やるぞ。私のエルカワボディに秘められた力を最大限に引き出すの。シラミネノキア。